は、ビーガンレストランアイソフオーナーの白井由紀です。このチャンネルではお肉、お魚、乳製品、卵、蜂蜜などを使っていないレシピやグルテンフリーレシピ、そしてオンラインショップの新商品やお店の情報を発信しています。前回作ったメープルバターを使って酒粕レーズンバターを作ってみたいと思います。その作ったレーズンバターをせっかくなので、これアインソフのメープルクッキーなんですけれども、それに挟んで、即席でレーズンサンドのような感じで、それも一緒に作っていきたいと思います。前回作ったメープルバターの動画は概要欄に貼っておきますので、そちらをチェックしてみてください。それでは早速作っていきましょう。それでは材料のご説明をさせていただきます。これだけでとってもシンプルな材料になります。まずはレーズン、こちらが前回作ったメープルバターになります。冷蔵庫で冷やしてた場合は常温に戻しておいてください。とこちらが酒粕、今回は板状のものなんですが、粉状のものでも大丈夫です。板状の場合は少量のお湯を使って戻しますので、ぬるま湯を 2〜30ミリ。あとこちらがビーガンクッキーになります。それでは最初に酒粕を手で細かくちぎっていきます。今日は板状なんですけども、粉状のものであればそのままボウルにあけていただいて、硬ければお湯を継ぎ足して溶かしていきます。こんな感じでちぎりましたので、この中にお湯を足して潰していきます。フォークでこういう風に潰しますね。お水が足りなければちょっとずつ足しながら潰していきましょう。酒粕の塊がなくなるまで潰していきますので、もう少し頑張って潰していきましょう。こんな感じでだいぶほぐれましたので、この中にメープルバターとレーズンを入れてまた混ぜていきます。ではメープルバターを入れていきます。冷蔵庫に入れてると固くなってしまっていると思うので、常温に戻してから混ぜると混ぜやすいと思います。メープルバターと酒粕一緒に入れましたので、これもヘラで混ぜていきます。これ注意点としては、暑い日はココナッツバターなので、暖かくなるとあっという間に溶けていってしまうかもしれませんので、手早く混ぜて仕上げましょう。レーズンを粗く刻んでいきます。バターに混ぜる時にレーズンがちょっと大きすぎると口に当たるかもしれませんので、食べやすいぐらいの、あと混ぜやすいぐらいの大きさに刻みましょう。刻んだレーズンをボウルに加えていきます。お好きな方はもう本当にたっぷり入れていただいていいですし、お好みでちょっとずつ加えて混ぜていきます。はい、この時も手早く混ぜていただいて、だいたいこう混ざりましたら、ちょっと混ぜてると緩くなってしまうので、この状態で冷凍庫で10分ぐらい冷やしていきます。冷凍庫から出してきました。これぐらい固まっていればいいかと思いますので、この状態でメープルクッキーにサンドしていきたいと思います。では早速挟んでいきたいと思います。今日使うのはアインソフで販売してますグルテンフリーのメープルクッキーになります。オンラインストアでもお店でも販売してますので、ぜひチェックしてみてください。クリームをクッキーの裏面ですねにのせていただいて、これぐらいで飛び出したままで構わないのでサンドします。でこの外にはみ出てる部分をきれいにぐるっと詰めていきます。こう飛び出した部分を間にこう入れて、きれいにこうぐるっとサンドしていきます。この時もですね、手早くしていかないとバターが溶けていってしまうので、ささっと塗ったらラップして
冷凍庫で1個冷やしていきます。冷やしていただいてもいいですし、このまま召し上がっていただくことも大丈夫だと思います。できました。見てください、この分厚さ。すごい断面にレーズンがすごい綺麗に入って萌え断です。では早速いただきます。クリームが、まあ、酒粕が入ってるのでアルコール分がやっぱりあるんですけど、クッキーの甘みとこのクリームの甘みがちょうどいい大人の味ですね。レーズンも入ってるし、おいしいです。今回のポイントはメープルバターがすごく溶けやすいので、混ぜるときに手早く混ぜていただくっていうことと、甘味、甘みが足りない場合はメープルバターに、メープルシロップを 3,40 ぐらい、足して甘みを足していただいてもいいかと思います。味見をしながらしてみてください。今回はメープルバターを使った、酒粕レーズンバターを作ってみました。メープルバターのレシピは、概要欄に出てますので、ぜひチェックしてみてください。合わせてアイソフのオンラインストアの、アドレスも出てますので、ご一緒に見ていただけたら嬉しいです。またチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。